改めましてこんにちは古谷武彦です午前8時から調教教乱が始まりました今年の千葉サラブレッドセールその64頭の調教教乱を見ていただきましたこの後は午前10時から競りが始まります冒頭には市場長の吉田照哉さんの挨拶などもあるわけですがその挨拶が終わった後は64頭の競りがスタートするということになります 改めましてセリ、えー、の欠乗場,場をここで、えー、申し上げます、えー、今日は4頭が欠乗となっています、えー、欠乗の番号23番それから、えー、41番55番60番この4頭が欠乗というふうになっています、えー、64頭の上場ということですが その64頭の調教離狂乱が終わってですね、フタハロンの一番時計は上場番号22番カウガールズドントクライの16台湾メジャー3区のボバですお母さんのカウガールズドントクライはアメリカで G2 勝ちの実績がありますそして近親にはアメリカで主ボバになったキャットドクターですとか重症高層馬の名前も連なっている優秀な品系です このカウガールズ・ガールカウガールズドント・クライの16ですがフタハロンが23秒5、これが今日のフタハロンの1番時計ハロンは11秒2でしたそして2番時計は23秒7というのが3頭いたわけですがその中で23秒7を出した上場番号31番。 ドルチェメントの16スウェプトオーバーボード3区のボバですけれどもこれがヒトハロンの一番時計となります10秒7今日の64頭の中で唯一ヒトハロンで10秒台をマークしたのが31番ドルチェメントの16スウェプトオーバーボード3区のボバです初後なんですがしかもスウェプトオーバーボード自体が小さい馬なので3区は小柄な馬が多いんですけれどもこのドルチェメントの16に関しては えー、馬体重も440キロと、まあ、あのスウェプトオーバーボードの中では、えー、まずまずの馬体を誇っています、えー、こちらは牧場で、えー、僕は先月です、ね、下見に行ったときでもちょうど下見に行った直前に、えー、10秒台の時計をマークしていたという馬なんですがその評判通りに、えー、今日のヒトハロンの一番時計をマークしています。えー、そしして今速報で入りましたが もう一頭、欠場馬が出ました。上場番号五十四番、五十四番。ステイヤライブの十六が欠場となりました。最初に申し上げた四頭にプラスして、上場番号五十四番。ステイヤライブの十六。こちらが欠場となりましたので、ご注意ください。六十三頭の上場ということになります。 そして23秒7が、えー、最初のお2組目の方で、えー、合わせ馬でともに同タイムで23秒7シトハロンは11秒3というタイムが出た馬がいます上場番号19番デリキットの16スウェープトオーバーボードヒンクのン馬それからシャイニンググラスの16ワークフォースヒンクのン馬この2頭が23秒7 ラストのシトハロンが11秒3で好タイムをマークしています調教狂乱の前にもお話ししましたがスウェープトオーバーボードの子供が本当にこのセールでは、えー、牧場の動きの段階でも評判になっていたんですけれどもその通りに、どの馬も好タイムをマークしています例えば10番のスウェープトオーバーボード3区ベルグラーノの16牝馬ですがシトハロンが11秒1そして360キロ台とかなり小さい馬 だった56番の穴盛の16セープトオーバーボード3区のヒンバですがこれもラストのヒトハロンは11秒6というタイムをマークしていますそれからブラックアテナの16上場番号44番もヒトハロンが11秒4、まあ今日は馬場が軽いということもありますが11秒台前半のタイムをマークしている馬がかなりいます そういう点ではレベルの高い上場馬、これから午前10時です、ね、競りが始まりますけれども高額取引馬も出るのではないかという期待も持たれていますちなみに唯一のディープインパクト3区の上場、上場番号21番、インランジェリーの16ディープインパクト3区のボバ、お母さんがアメリカの G1 勝ちマこのディープインパクト3区はフタハロン24秒6。 ヒトハロンは十一秒五でした。それから、えー、唯一のロードカナロアサン上場番号三十番アルテシアの十六、えー、こちらはフタハロン二十五秒六ラストは十一秒二をマークしています。午前十時から競りが始まります。まもなく、えー、競りが始まりますが。 えー、競りの案内は郷田直博さんそして鑑定人は社大ファームの長浜さんが行うんですがこの二人の掛け合いというのも非常に面白いものがあります、えー、長浜さんはですねまあ、えー、競りの前ですから当然発声練習しているのかなと思って先ほど挨拶に行ったらですね、えー、日焼け止めを塗っていて今日は日,日差しがきついということでですね、えー、万全の体制を期して臨むぞという話をしてましたがその長浜さんのお司会進行ぶりも ぜひご注目の上競りをお楽しみいただければと思います、えー、千葉サラブレットセールこれから競り開始午前10時ご注目くださいそれでは競りが終わった後にまたお目にかかりたいと思います